アバン企画開発マイチャンネルです。今回は高田駅からメゾンデスポワール周辺をご紹介いたします。駅3番出口を出まして、どっち方面、右手日吉方面に進んでいきます。道路挟んで反対側にカジュアルウエスタンローバー&カフェ、なんかちょっとおしゃれそうなカフェと、隣にタイ飯屋さん、さあ右手にはクリニックビルですね。小児科だったり皮膚科、歯医者さんも入ってます。ちょっと行くとすぐ大通り沿いか左、左じゃない、右、斜めの方に保育園のあるところまっすぐ進んでいきます。体育クラブだって、体育スポーツレクレーション講習。私も子供に何かやらせたいんですけど、なかなかいい習い事が見つかりません。なんか大通り沿いから一本入るとそこまでうるさくないね。ただね、そばうどん定食というお店があります。こちらを右手に進んでいきます。なんかこの辺は小料理屋が並んでるね。1、2、3、こっちもある。こちらの薬局を過ぎて、もう左手にありますのがメゾンデエスポワールになります。はい、メゾンデエスポワールはシャッター雨戸付きの、駅地下のアパートになってます。こちら敷地内ゴミ置き場も完備してあり、また、タイムズカーシェアも敷地内にあります。物件から、大通り沿いに出てきまして、じゃあ高田交差点の角には、焼肉屋さんがあります。こちら斜め右方向に進んでいきたいと思います。左手にニューデリー、インド料理のお店がありますね。郵便局があって、右手には串揚げ、そしてこの左手はこれハンバーガー屋さんだよね。おしゃれ、なんかおしゃれな雰囲気のハンバーガー屋さんがあります。ちょっと入ったあそこにもなんか居酒屋って書いてあるし、ここクリーニングと、こっちがコインランドリー、なんかあ、ほらあそこも居酒屋があるよ。あそこ今閉まってるけどカフェもあって、この通りはちっちゃいけどいろいろありますね。はい、以上高田駅からメゾンデスポワール周辺をご紹介しました。駅周辺動画も公開してますので合わせてご覧ください。お問い合わせはアバン企画開発賃貸ショップまでお待ちしております。チャンネル登録、高評価もお願いします。